シン・ドン・ヨップは、韓国のコメディアン、俳優、MC である。1991年、SBS 特別採用コメディアンとして、デビュー後、SBS のギャグプログラム、笑い大好きのコーナーで発した、アンニョン・ハシリョムニカという流行語ですぐに人気コメディアンの一人となる。以後、MBC のシチュエーションコメディ、男三人女三人の主演や、SBS のバラエティ番組、 私たちの嬉しい土曜日の MC などを務めて20代の若さでトップ級の人気芸能人となる。ところが、1999年12月、大麻喫煙と密輸の疑いで、ソウル中央地方検察庁に拘束され、罰金刑を受けることになり、放送活動を自粛することになる。翌年に放送復帰すると、MBC の簡単譜 k b s 2 t v のハッピートゥギャザーなどのバラエティ番組や SBS の共用番組 t v 動物農場などの進行役 MC を担当し復活に成功する。しかし2000年代後半に入りユジェソクの無限挑戦やカンホ保存の一泊二日をはじめとする屋外での録画を主体にした集団 MC 体制のリアルバラエティが高視聴率を獲得するようになる。 スタジオでのコントやトークショーにおけるワンマン進行に強みがあった。彼は集団 MC 体制を基本とするリアルバラエティのトレンドに適応できず同年代のユジェ族やカンホドンの後陣を排すようになる。しかしオーディション番組やトークショー、イベント司会、生放送といった純粋な進行力が必要になる場面では彼の右に出るものはなく、 普及の名曲に伝説を歌うや、対国民トークショアンニョン派生を次々とヒットさせてからは二度目の復活に成功し、現在に至るまで第二の前世紀を享受している。ありがとうございます。